皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は3フィンガーというアルペジオのパターンを皆様にご紹介させていただこうかと思います。3フィンガー。その名前のとおり、3本の指を使って弾いていくアルペジオのパターンです。どんなものかちょっとやってみるとすると、こんな感じです。なんか聞いたことある感じですよね。なんかそのパターンのこの雰囲気どこかで聞いたことあるわという感じになるかと思うんですが、どうでしょうか。フォークソングとかでもすごいよく使われていますし、割と今時のポップスとかでも使われているようなパターンです。アコギを弾く方だったら、ね、とりあえず覚えておいて損はないと思いますので、興味があったらチャレンジをしてみてくださいませ。ではでは、早速ギターを手に取っていただいて練習をしていきましょう。スリーフィンガー、とりあえず4つのステップに分けようかなと思います。4つのステップです。第1ステップとしては、親指で5弦と3弦をひたすら繰り返す。5弦と3弦をひたすら弾き続けるという感じですね。左手は何も押さえなくてもいいです。5弦と3弦をひたすら、オラオラ、ベン、ボン、ベン、ボン、ベン、ボン、ベンと弾いていくわけです。オラ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 、ボン、ベン、ボン、ベン、オラ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 、オラ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 。こんな感じです。このときに気をつけたいのが、手を大きく動かさないことです。右手の動きをできるだけ小さくして、親指だけ動かすように心がけてみてください。極端に悪い例としては、こういう感じ。こうではなくて、親指だけ動かすような感じで弾いていくと。慣れないうちは、1弦にこの指を添えて、この安定させて弾いていくやり方でも OK です。中指とか薬指とかを置いて、安定させて親指だけ動かしていくと。こんな感じです。これが第1ステップ。第2ステップいきます。中指で1弦を弾きます。ワン、ツー、ワン、ツーと行く中で、ワンの部分で1弦を弾くということですね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、こんな感じです。まあ、ここまでは割と大丈夫だと思います。割とできるかと思います。中指で1弦と1弦を弾いて、親指で5弦を弾いて、同時にボン、ドン、デン、キャン、ドン、ドン、デン、キャン、デン、ドン、デン、ハン、ドン、デン、バン。こんな感じです。これが第2ステップ。次の第3ステップとしては、ここに、人差し指を入れます。人差し指で2弦を弾くわけです。ここは、この P、親指と重ならないところなので気をつけてください。さっきのこの M、中指に関しては親指、P と重なるんですけれども、ここの I は P と重ならないのでお気をつけください。ちょっとやってみると、こんな感じ。こんな感じでございます。なんとなくうまくできますでしょうか。ちょっとこの指がこんがらがってしまうぜという方は、もっとゆっくりでも大丈夫です。右手をガン見して間違えないように気をつけながら、ここ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 、こっち行って、こう行って、こう、はい、取った、お、間違えたという感じで大丈夫です。すごいゆっくり、何度も確認しながらやってみてください。で、その次、第3ステップとしては、最終的な第4ステップとしては、テンツとつって、ここですね。ここの P と P の間に1弦の M を入れるという感じです。これで3フィンガーは完成。やってみましょう。ゆっくり。こんな感じです。最初は M と P が同時になりまして、P、I、P、M、P、M、P、I、P、M、P。これが完成形です。初めて3フィンガーにチャレンジして、今動画を見ながら練習している方は、
まあ、いきなりできるわけがないと思います。やっぱり違う弦を弾いちゃうし、右手が安定しないし、なんかこうすごい力入ってしまうし、どういうことだこれってなっているかと思うんですが、とりあえずまあ、ね、できる、できないじゃなくて、分かる、分からないを解決する方が先なので、とりあえずまあ、できなくても気にしないでください。まずその手順を理解することが大事です。できる、できないは後からでいいので、まず分からない、分かる、分かる、分からないを解決するということですね。分かればいいんです。分からないはちょっと困るんですけども、分かればいいんです。できなくてもいいんです。分かればいいんです。で、ちょっといくつかコツをお話しさせていただきたいんですけれども、一つはさっきも言ったとおり、動きをできる限り小さくするということです。ちょっと僕のこの手の甲に注目していただいていいですか。手の甲を注目してください。で、それを3フィンガー弾いてみますよ。この指先だけが動いて、あまりこの手の甲自身が動いていないのがわかりますでしょうか。もうこのぐらい動きを小さくしたいんです。これが極端に悪くやると、もう弦を弾くたびに、ベン、ボン、ベン、ボン、バン、ボ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 ン、ワーってやっちゃうと、もう何が何だか、何が何だか、何だか、何だか、ウォーできないってなってしまうので、動きを小さくして練習をしてみてください。でもちろんその力を入れるのは絶対に NG でございます。なんかこういう難しいパターンをやってしまうと、気がつくとこの上半身全体にこうボガーッって力が入ってしまう方、少なからずいらっしゃるんですけども、大丈夫ですか。肩から、肘から、手首から、指先まで、もうね、もう一切力を入れずに、もうすごい楽に、すごい楽に、ふにゃふにゃな感じで練習をしてみていただけると嬉しいんですけれども、できる限り楽に弾くということです。で、あとは、このそれぞれの指を動かしたときに、複数弦弾いちゃうパターンもあると思うんですよ。例えばその、まあ、P が弾くことはあんまりないと思うんですけれども、例えばこの最初の M が1、2弦を同時にバーンと弾いてしまうとか、なぜ1弦だけ弾いてほしいのに、お前は2弦を弾いてしまうんだよって、なんかこのね、中指をなんかこう、責めたい気持ちもわからなくはないんですけれども、まあ、その辺は練習で乗り越えるところでございます。で、その動きを小さくするということが、その最先端、すごい最善策でございます。動きを小さくしていけば、複数弦弾くこともなくなりますし、まあ、違う弦を弾いてしまうこともなくなると。で、ちょっと、私の iPhone で、ムービーを撮ってみましょう。ちょっとそちらを見ながら、ピントが合わない。ちょっと見てみてください。私の右手、こんな感じです。手ぶれがすごい。どうでしょう、パッと見て。それぞれ の指先の動きもすごい小さくなっているのがわかりますでしょうか。あまりこの人差し指とかがね、ドワーンドワーンドワーンと弾くわけではなくて、人差し指弾くときもすごい小さく、指先の方でこの弦を引っ掛けるというか、撫でるというか、そんな感じで弾いていくわけです。ちょっともう少しやってみましょうか。で、手の甲の動きも小さくして、弾いていくわけでございます。手ぶれがすごいですね。まあ、それはちょっとご愛嬌ということで。で、この3フィンガーのパターンができたら、あとは左手のコードを押さえれば OK という感じでございます。やったね、3フィンガー完成だ。まあ、そんな30分とか1時間でできるような話ではないので、まあ、とりあえず1日10分、20分、ひたすら続けてみてください。そうすると、なんかある日、あ、なんか意外と滑らかに動くようになってきたぞと思う日が来ます。とりあえず、まあ、ひたすら継続という感じですね。で、最後に1つ、ちょっと気をつけたいところといいますか、3フィンガーのこの罠がありまして、トントテツテトン、トントテツテトンと弾いているんですが、この P の音、こいつ、この人、この P の音はコードによって弾く弦が変わります。まあ、例えば左手が G コードを再生するじゃないですか。で、G コードというのはその6弦まで弾くコードの、6弦まで鳴らすコードなので、こういうときは P が6弦からスタートになります。なので、まあ、左手が G コードを押さえていたら、P が弾く弦としては、6、3、6、3となるわけです。これがもし D コードだったならば、
D コードの一番低い音というのは予弦の開放なので、この P が予弦に移ります。D コードって5弦と6弦にバッテンついてて弾かないよってなってるじゃないですか。なので、5弦も6弦も弾いちゃいけないんです。じゃあ、P はどこを弾くのかというと、予弦になると。なので、左手が D コードを押さえていたら、予弦、3弦、予弦、3弦という感じで弾いていきます。C コードとか Am とかに関しては、もうこのままで大丈夫です。なぜならば、一番低い音がそれぞれ5弦だから。一番低い音が6弦になるコード、G とか、あと Em とか、あと F とかもそうですよね。こういったものに関しては、P は6弦に移動します。けど、4弦に移動するコードとか、5弦に移動するコードとかがあるので、ちょっくら気をつけてください。はい、そんな感じです。とりあえず、まあ、3フィンガーと一言で言っても、実はいろんなパターンがあったりとかするんですが、まあ、とりあえずこれを覚えておけば、まあ、間違いないかなと思います。騙されたと思って、まあ、別に騙してはいないんですけれども、騙されたと思って、とりあえずこれを練習して、よっしゃー、3フィンガー習得したぜと思っていただければ、幸いでございます。その他の応用パターンに関してはね、なんか、あるとき、なんかこう本とかで知ることになるかもしれないですけれども、これできればスルッとできるはずなので、まずこれを基本としてマスターしていただけますと幸いです。はい、そんな感じ。では、また違う動画でお会いする感じで大丈夫かな。ふんふん、言い残したことはないかな。で、まあ、あれですね。iPhone5S の手ぶれはすごいということでした。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。